Welcome to Delph Rush。 みんなもう T ステップをマスターできたかな。ランニングマンや T ステップを組み合わせながら音楽に合わせて自由に踊るのがシャッフルダンスの醍醐味だ。今回は T ステップを使ってさまざまなパターンの配置に挑戦してみよう。一見シンプルな配置でも T ステップでこなすことでよりかっこよく踊ることができるぞ。まずはベーシックな T ステップからやってみよう。マークが来るタイミングに合わせて右足でタップしよう。 3、2、1。 右、左。 Great。 それじゃあ今度は応用編に挑戦だ。左足は基本通りに動かしながら右足をタップする位置を変えてみよう。 3、2、1。 右、左。もう一回行こう。右。Great。 このテクニックを生かしてこの曲にチャレンジしてみよう。